こんにちは、シエルです。今日は私が愛用しているリップの紹介をしたいと思います。私が最近使ってるのはこちらです。ちょっとマジシャンみたいな持ち方、すごいプルプルするんですけど、今日は一つずつ紹介していきたいと思います。ディオールアディクトリップグローオイル1番のピンクのカラーです。これは誕生日プレゼントでマジシャンのルミちゃんにもらいました。ルミちゃん、ありがとうございます。ピヨーン、おっと、この筆のところは結構大きい。これすごくいい。香りはね、甘めのミントみたいな感じで、これ不思議な感覚なんだけど、つけるとスースーする。とにかくこれはね、すごい保湿力が高くてめちゃくちゃ潤います。透け感のカラーなので、色味はそんな出ないんですけど、ツヤツヤプルンって潤うからすごい気に入ってる。つけた後長時間ずっとうるうるしてる。ディオールのリップグロスでした。これね、マックのリップスティックなんだけど、大きさわかります？すごいちっちゃいサイズなの。ミニサイズなの。この15番っていう番号のものなんだけど、コスメはね、できる限りちっちゃいものをね、探してるんだけどね、ようやく出会いました。モカっていう色味です。ピンクブラウンって感じかな。最近ね、ブラウンハマってて、この洋服もブラウンなんだけど。ちなみに今つけてるリップがこれです。なんか落ち着いてる感じでいいですよね。マジックショーとかステージに立つときは結構赤っぽい濃いめの、まあ、発色が綺麗なものを選ぶんだけど、普段はこういうブラウンとかが好きですね。小さいサイズ求めてる方にはおすすめです。こちらはコスメキッチンで購入したミニちゃんとのコラボのグロスですね。これはファミリーセールに行った時に買ったので半額で買えたんですよ。ミニデザインナチュラルリップグロス、レッドとコーラルの2色。ミニちゃんとのコラボ感が可愛いですよね。レッドは重ね塗りすると結構赤くなります。コーラルもすごい可愛いの。こちらのリップグロスすごい気に入ってるんだけど、少し乾燥が気になる。こちらはマジックショーとかステージに立つ時に使うことが多いです。最後はこちらです。ニベアディープモイスチャーリップです。これは普通のリップです。こんな感じで色はつきません。すごい保湿力があっていいんですよ。これは1日でかなり頻繁に使ってます。朝起きてとか、乾燥したらすぐ塗るし、あと夜寝る前とかも使ってます。最近唇が乾燥気味だったので、結構これでね、取り戻したって感じ。うん、これすごいおすすめです。今日は私の愛用リップを紹介しました。私の仕事が出張が多かったりして、メイクポーチを丸々持ち歩くことが多いんですよ。なので、できる限りコスメはね、小さいものないかなっていつも探してるんだけど、なかなかなくって。なので、このさっきも紹介したこのマックのミニサイズのリップとか見つけた時、すごいテンション上がったんだよね。コンパクトでいいコスメがあったら、ぜひコメント欄にて教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。